れはペンギョンといって、この地方特有の魚鳥類よ。ペンギョン、お肉がプリプリでトマトシチューに入れると美味しいんです。へー、どんな味なの？あれを食べるなんて野蛮ね。あなたに言われたくありません。母の得意料理だったんです。世間話はそのくらいにしておけ。マギル、例のグリモワールというのはどんなやつだ？端的に表すのであれば、ふう、はあ、あっそう、こんな感じじゃ。全然わからん。やれやれ、想像力の乏しいお主らに合わせて言うと、グリモ姉さんはアンニュイな勇敢マダムの黄昏的な空気をまとった大人の女じゃ。ベルベットやエレノアとは違う感じの女の人ってことかな。違いない。要するに大人の女を探せばいいんだな。うん、探すのは大人の女の人。名前が分かってるんだ。聞き込みで探し出せるだろう。そういうことじゃな。なんじゃば。マギルーも大人の女の人でしょ。なのに自分の気持ちを素直に出せないの？自分の気持ちか。あいにく塔の昔に砕け散ってしまったのじゃよ。バリンクシャーンってな。気持ちが砕けた。さあ、町の連中に聞き込みを。グリモ姉さんの手がかりはさっぱりだな。あんたが受け取った手紙っていつの話？さて、去年じゃったか、10年前じゃったか。ふざけ続けるならサメの餌にするぞ。御所じゃ、せめてクラーケンのおやつにしておくれ。なんなら私が食らって。あいつは。引き継ぎはすべて済ませておきました。着任と同時にあなたの指揮で皆が動けるように。助かります。でも姉上の手際と比べられて僕の至らなさが皆に知られてしまいそうだ。バカなことを。あなたには特別な力と素質がある。パラミデスへの派遣もアルトリウス様の期待があればこそです。臆せずいつものあなたでいればよいのです。自分の力を信じて。はい、しっかり務めます姉上。ラミレスへの派遣。この島にそんな施設があったかしら。もう行かないと。道中お気をつけて。あ、そうそう、ハリアのゴーマには注意してください。思いのほか手強く、手負いのものも出ています。心得ました。それから生水は飲まないように。姉上、おせっかいすぎますね。分かっているのですが、どうしても。ハリアのゴーマ、派手に暴れてるゴーマがいるみたいだな。事実なら利用できるかも。それにしても奇遇じゃの。わしらがここに来たタイミングでオスカー参上とは。私を疑うのはわかります。でも証拠があるのですか？証拠はない。でも大魔師のあんたは聖霊の断りとつながってる。わしらには仲間のつながりがないがな。
エレノアは告げ口なんてしてないよ。どうかの、お風呂に入る時も監視しとるのか。お風呂の時は僕外にいるからわからないけど、その間に清涼とこそこそ話をするくらいはできるというわけじゃろ。死ぬまで従う約束だったわね。その通りです。お前たちが潰し合っても清涼が喜ぶだけだぞ。厄介なゴーマと裏切り者が一度に片付く。揉めてる間にクリモ姉さんが暴れてるゴーマに襲われるかも。確かに、もう少し町の人に話を聞くのが先決ね。実際のところどうなの？え？精霊と器の関係、意識や感覚の共有みたいなものはあるの？あ、うん。体の中に入ってる時にはエレノアが見たり聞いたりしたことはわかるよ。でも気持ちや考えてることまではわからない。箱に入っても箱の気持ちはわからないでしょ。そういう感じか。ならできるだけエレノアを一人にする時間は作りたくないわね。一緒にお風呂に入るのは嫌だよ。わかってる。あんたも年頃の男の子だもんね。お風呂はビエンフ。あいつは違うか。私かマギルーが何とかするとして。あんたとエレノアの間でどんな線引きしてるの？寝るときは？寝る前に話をすることはあるけど、ベッドで隣に寝たりはしないよ。エレノアの体の中に入ってる方がエレノアが起きた時にも気づきやすいし。夜中に起き出したことがあったの？ううん、今のところはないよ。それにすごくよく寝てる、うん、ベルベットたちと一緒にいる時は顔が怖いけど、寝てる時はもっと優しい顔っていうか、髪も下ろしてるし、なんか可愛いって思った。へえ、ああいうのが好みなんだ。でもそれはそれ、監視は監視。でも年上の女には気をつけなさい。え？テレサとオスカーって仲のいい兄弟なんだね。訓練生時代から二人を知っていますが、喧嘩しているのは一度も見たことがありません。ベルベットは弟と喧嘩しなかった？そうね、叱ったりすると弟が拗ねて口を聞かなくなったりしたけど、それも可愛かった。可愛い？意地を張っても背伸びして大人びたことを言っても、気づくと私の後をついてきてて。まるで子犬じゃのう。犬の方がよっぽど言うことを聞いてくれるわ。でもやっぱり放っておけなくて、弟って不思議な生き物なのよ。六郎も可愛いのかな。え？自分を切り殺そうとしてる弟なんて可愛いわけないでしょ。でもしぐれは楽しそうだったよ。あんた時々理解の外へ飛んでいくわね。そうかな。弟か。お主兄弟姉妹は？一人っ子です。ならばちょうど良いではないか。この際某を弟にすればよかろうって。え？それは極端な話ですが、ライフセットと話していて弟がいたらこんな感じかなと思うことはありますよ。僕がエレノアの弟。ライフセット、そんなザレ言本気にしないで。精霊を道具として扱う大魔師があんたを弟みたいに思うはずがないでしょ。あ、うん。道具扱いの件に関してはすでに考え方を改めています。だからこそ弟を感じるのです。本当ですよ。うん。信じちゃダメよ、こんな上辺の言葉。自分の言うことを押し付けているあなたの方がよほど道具扱いしているように思えますけど。
おーおー、弟をめぐって二人の姉の対決じゃ。坊の好みはフィッチ、ウィッチ、フィッチ。お兄さんがいいよ。この人形、ビエン風に似てる。坊や、気に入ったのかい？これは聖主アメノチ様の人形だよ。聖主アメノチ様、これが？ああ、間違いない。俺はアメノチ様を見たんだ。威厳たっぷりで大層お怒りのようだったよ。見た？怒ってたって、なんで？聖領はサウスガンド領で盛んだったアメノチ信仰を禁止したんだよ。それでアメノチ様はへそを曲げちまったんだろうな。話しかけてみたんだが、何を言ってもふん、はあ、あっそしか言わないんだ。それって見上げやよ。そのやる気のない神様はこの人形の姿をしておったのじゃな。ああ、ほぼほぼな。おお、なんという奇遇じゃ。その気だるい神様こそグリモ姉さんじゃ。人間じゃないのかよ。人間とは一言も言っておらぬ。見上げやよ、どこで見た？この先のマクレル浜だけど。渚で黄昏ておるとはますます姉さんらしい。さあ海へ急ぐぞ。大人になるって何なんだろうな若者の永遠の悩みってやつだな。この島で毎年行われる成人の儀式って聞いたことあるかい？確かバナナやパレンジをぶつけ合う派手な祭りだよな。そう。でもバナナやパレンジは随分昔の話だよ。年月を重ねるうちに投げるものが変わってね。人ってのはより派手に過激にって求めるだろう。気づけばスイカを丸ごと投げ合うようになってた。スイカが当たったら結構痛いよね。ああ、でもスイカはまだマシだったよ。最近はヤシの実を投げ合うようになってさ。ヤシの実は半端なく硬いじゃろ。そうなんだよ、岩を投げ合ってるようなものさ。そのせいで毎年大人になれないやつもいてさ。それってつまり、まだだまだだと思ってたけどさ、俺もとうとうその儀式に出なきゃならない。でもさ、どう考えても危なすぎるだろう。っていうか、そんなことが大人になることなのか。危険を克服することで大人だと認めるような古来の慣習を受け継いでいる人間は確かにいる。まさにそういう古臭い連中がいるんだよ。最近の若いやつらは軟弱だとか言っちゃってさ。自分たちの時はバナナとかスイカだったくせに。しかもスイカには切れ目入れてたって言うし。ヤシの実に切れ目を入れてもあまり効果はなさそうですよね。だからここで黄昏れてたってわけか。恥ずかしながらね。嫌なら儀式なんてやめればいいでしょ。でもそうもいかないんだよ。周りのノリとか付き合いもあるし。そういうのをやめる判断ができるのが本当の大人じゃないの？あ、まったくその通りだよな。俺も大人になるよ。加減もせずに悪乗りしてるのがガキだって話でしょ。おっしゃる通りで、私たちが探してるグリモワールもビエンフーみたいな精霊なのよね。正直あれがライフセットやアイゼンと同じ精霊だとは思えないんだけど。疑問はもっともじゃが、いろいろと微妙な話が多くての。話せる範囲で説明するでぐよ。なら前から気になってたんだけど、その帽子取ったらどういう顔なの？おおの、それだけは言えないでぐ。いきなりダメなわけ？そのハットのリボンピラピラして邪魔だろう。ほどいていいか？バッとバッと絶対にダメでぐ。このリボンだけはほどいちゃダメなんでぐ。どうして？それも絶対に言えないでぐ。話せないことばっかりじゃないの。なんなら話せるわけ？例えば僕たちがどんな種族かとか、精霊界における位置づけとか能力とか。あ、それ聞いてみたい。では教えてあげまふからよく聞くでぐよ。僕たちはノル民族というれっきとした精霊の一種族なんでふ。他の精霊と比べると自然を操る霊力は落ちるでふが、
他者の力を引き出し強化する能力に秀でてるんでふよ。お便利パワーアップ精霊ということじゃな。別名凡霊だ。おお、バット、その呼び方はノル民族のトラウマでふよ。どうしてトラウマなのです？その呼び名のせいで平凡だと思われるんでふ、それが嫌でみんな個性を出すのに必死なんでふよ。それであなたは妙な話し方をするのですね。なんだか平凡な悩みだな。ピーン、平凡って言うな。あのペンギョン何してるんだろう。卵を温めてるんじゃない。多分そうです。あのペンギョンはお父さんとお母さん、ペンギョンは一夫一婦制で同じ相手と添い遂げるロマンチックな生き物なんですって。夫婦だから卵が生まれるんだね。でもどうやって卵はできるのかな。え、それは、あ、知っていますか、ライフセット。ペンギョンの卵って大きな殻の中にオレンジ色の子卵がいっぱい詰まってるんですよ。プチプチ系なんだ。ええ、イクラみたいな食感でウニのような濃厚な味わいの。魚鳥類って魚に近いのかな。食べるんだ、あんなに大事にしてる卵。残酷ではありますけど美味しいんですよ。ペンギョンのもも肉とプチプチ卵をご飯にのせた他人丼に見せかけた親子丼は絶品なんですから。ネーミングもやばすぎ。私がつけたんじゃありませんけど。卵美味しそうだけど今は取らないであげようね。あれってクリモ姉さん？あ、行っちゃう。ビエンフと同じ種族の精霊でしょうか。あんたがグリモワール？うん。頼みたいことがあって探してたんだけど。はあ、あんた誰？ベルベット、魔女の知り合いよ。あ、そう。グリモ姉さん、ご無沙汰じゃの。ご無沙汰でふ。ああ、あんたたち相変わらずどっちも妙竹林ね。どういう関係なんだ。魔女の修行をしておった頃の先輩じゃよ。で、なかなかに興味深い古文書があっての、その解読を頼みたいんじゃ。へえ、あんたが他人に肩入れなんて珍しいこともあるもんね。暇つぶしにちょうどよくてな。私は暇じゃないけど。にぃ、グリモ姉さん、そこをなんとかお願いでふ。そういうのやってないから。ふむ、残念無念、引き受けてはもらえぬか。やる気なら出させてあげるわよ。やれば。脅しじゃないでしょうね。あんたみたいな目をしたこと関わるととんでもないものを背負わされるのよ。この年になるとね、そういうのは重くっていけないわ。何歳なんだ。それ以上踏み込むとあんたのケツに花火突っ込むよ。おう、これは湿気。取り付く島がないようだな。南の島なのにごめんね。古代語どうやったら読めるようになる？勉強する本とかあるかな。へえ、自分で勉強して読む気？僕、本が好きだし、昔のこととか知りたいし、必要なんだ。坊や、ずいぶん熱心じゃない。坊はベルベットの役に立ちたいんじゃよな。授業料高いわよ。教えてくれるの？
嘘。けなげさに免じて読んであげるわ。古文書はどこ？これです、クリモ姉さん。姉さんはいらないか。あ、はい、姉さん。姉さんはいらない。さて、どんな本なのかしら。古代アバロスト語。また厄介なやつね。痛みもあるし、ささっとは読めないわよ。可能な限り急いで。急ぐにしてもこんなところじゃ。なんだ、落ち着ける場所に移ろうぜ。さっきの失言忘れてあげる。この先にハリアって村があるわ。おう、かたじけない。さっさと行きましょう、そのハリア村とやらに。ぶしつけな質問で恐縮ですが、グリモワールは聖主アメヌチではありませんよね。そんなわけないでしょ。どういう流れで私が聖主になるわけ。あなたにそっくりなアメノチ様人形がイズルトの土産屋で販売されていたものですから。ああ、あれね、あの店主が寝てる時に耳元で勝手に売るなって囁いたんだけどね。夢にまで出てきたらそれはむしろ本物のお告げだと思ってしまうでふよ。ここは一つ肖像権侵害にクレームつけて、あの店主から姉さん使用料を取り立てるべきでふ。そんなの放っておきなさ。そうでふね、どうせ大して売れないでふもんね。へえ、あたしの人形って売れないんだ。姉さんはアンニュイで渋いでふから。人形っていうのは僕みたく可愛くないと。じゃあ売ってあげるわ、あんたを。本当でふか。ただし剥製の一点物だからちょっと値段は張るけどね。剥製って姉さん堪忍でご。ほんと疲れる。で、何の話してたっけ。あなたが聖主アメノチかどうかという話です。ああ、そうだったわね。私は聖主じゃない、ただの女よ。ほう。私みたいのが聖主じゃ、あがめる側もやりにくいでしょ。そうですね。あ、いえ、そのあなたには何もかも見透かされているような気がしてしまって、むしろ聖主を崇拝する方が安いというか気軽な感じさえするものですから。聖主よりも私のが怖いわけ。怖いというより世の中を知っている大人の女という感じです。悪くない答えだけど何も出ないわよ。イズルトで聞いた限りじゃ、村を襲うゴーマが出たり、聖領への不満を抱く住民も多いって話だったが、想像していたよりも落ち着いた印象があるよな、このハリア村ってとこは。大魔師の私が同行していることで村人たちも警戒しているのかもしれません。へえ、世の中には裏表があるってこと、あんたも分かってはいるのね。表層しか見えていないようでは聖領の巡察官は務まりませんから。私だっていろいろと見てきたのです、人の世の光も闇も。でも、いえ、だからこそ私はその闇から目をそらさず正直に向き合いたいのです。その上で信じたいと思っています、人の心にある光を。闇ね。はい、あなたのような闇です。案外はっきり言うのね。休みたいんだけど部屋はある？ええ、ちょうど掃除が終わったところよ。そちらの部屋へどうぞ。じゃあ解読を始めるわ。姉さんが集中できるように俺たちは外で待とう。あの、僕残ってもいいかな。古代語勉強したいんだ。静かにするし、グリモ先生の邪魔はしないから。坊や、今なんて言った？
静かにするし。じゃなくて、私を何て呼んだ？グリモ先生。姉さんはいらないって言ってたから。それ気に入ったわ。あんたに古代アバロスとも教えてあげる。ありがとうございます、グリモ先生。話はついたみたいね。何かあったら声をかけて。グリモ先生とはライフィセットもよく言ったもんだ。姉さんと呼ぶなと言われたから他の言い方を考えたんでしょ。それだけ解読を手伝いたかったってことさ。自分ってやつが出てきたな、あいつも。そうね。暴れているというハリアのゴーマはこの村とどんな関係があるのでしょうか。さあね。村でゴーマ病が発生したのでしょうか。でもここは襲われてないみたいですし。清涼の警備を引きつけてくれるなら正体はどうでもいいわ。目的のためなら何だって利用するのですね、あなたは。あんた含めてね。よく知ってるでしょ。解読には時間がかかるかもしれんな。ある程度は覚悟してるわ。それだけの価値はあるはずよ。いや、古代アバロスト語は文法や単語を知っていれば読めるというものではないらしい。じゃあどうやって読むわけ？詳しくは分からんが、直感的な読み方ができないと正しく解読できないと聞いたことがある。直感か、厄介そうね。土着信仰を排除するとは清涼も厳しいの。自分たちの断りを解いて回るのに余計な神様は邪魔ってことでしょ。小耳に挟んだ話じゃと、アメノチ様の聖殿パラミデスを接収して拠点として利用しておるそうじゃ。封鎖ならともかく、奪ったりすれば余計反発を食らう。断りにかなわないやり方ね。何か理由があるのかしら。ま、どうでもいいがの。ふう、古代アバロスト語ってほんと終わった恋を引きずる男並みに面倒ね。グリモ先生でも？核心っぽい一行がどうにもはまらないのよ。教えてもらった読み方だと、ここはサポポムチョサンチョン。読み方は合ってるけど、単純に現代語に変換すると親はトマト、子はナスが嫌いになっちゃうのよ。トマトとナスはカノヌシと関係ないよね。言語構造が現代語と全く違うから、語順を変えたり文字の解釈に飛躍や発明が必要な場合があるの。言葉の入れ替え、サンサン、ポチョポチョ、ポチョムさん、ポチョムさんで読めるかな。ポチョムさん、どうしてそう思ったわけ？ここに同じ言葉が並んでるから繰り返しっぽいし、そんな風に読んだら気持ちいい感じがしたんだ。ポチョムさんが繰り返されてるか。そう読んだ場合の意味は、イミナの聖主。聖主？そうか、これがカノヌシのことなんだわ。これは大ヒントよ。その法則だとすると、どうやらこの本には数え歌が書かれているよね。カノヌシのことじゃないの？肝心なのは歌の内容。歌詞の意味は期待通りみたいよ。古文書の解読は進んだ？ええ、坊やのおかげでね。この坊や、語学センスが抜群にいいわよ。グリモ先生の教え方が上手だからだよ。そんな風に言われると本気になっちゃいそう。は？
さて、坊や、読んであげて。古文書に書かれてた歌を。はい、先生。歌？八つの首持つ大地の主は、七つの口で汚れを食って、無明に流るる血の脈伝い、いつか目覚めの時を待つ。四つの聖主に裂かれても、ミーツに通じる人あらば、熊のクーマは生え変わる。黄色の月の満ちるを望み、イミナの聖主、心は一つ。イミナの聖主、体は一つ。クーマ。カノムシを表す図と数え歌。この古文書はその意味を解読した注釈書なのよ。もったいぶらずにその注釈ってやつを教えて。ごめん、まだ数え歌の歌詞しか解読できてないんだ。そう、全部解読するにはかなり時間がかかりそうじゃの。だが聖領の目的と狙いを知るためには重要な情報だ。時間がかかってもやるべきだろう。聖領の目的と狙いを知る？歌詞だけでも得られる情報は少なくないと思います。図にある首は全部で8つ。1本が本体で、他の7つはカノヌシの口。7つの口は汚れというものを食し、血脈経由で本体に送り、カノヌシを覚醒させる。そういう性質を持つ7つの魔物をクーマと呼ぶ。はい。汚れが何なのかは分かりませんが。後半部分はどう考える？古代史はあまり詳しくないのですが、この世界を作ったのは治水家風の四聖主と言われています。でもカノヌシも聖主と呼ばれている。カノヌシと他の四聖主の間に争いが起こり、カノヌシは封印されたのではないでしょうか。じゃがミーツ、神の意向にかなうものがあれば、クーマは何度でも生まれ、カノヌシは復活する。お眼鏡にかなった同志アルトリウスがカノヌシを覚醒させようとしておるとすれば、話は合うの。なら七つのクーマを探し出してカノヌシの首を潰せばいい。だがクーマはどこにいる？この歌によれば、クーマとカノヌシの本体は血脈でつながっている。クーマがカノヌシに餌を送る口なら、血脈点に配置するのが最も効率がいいはずだ。血脈点？血脈の力が集中する特別な地のことじゃよ。この印の場所って、ねえ、この虫がいた場所に結界があったよね。まさかこの虫がクーマだと？いえ、だとしたら聖霊が捕獲していた説明がつく。あと離宮にも同じ結界があった。あれもクーマ。クーマの姿はそれぞれ違うってことか。ローグレスへ行って確かめるか。解読を始めたばかりだし、焦って無駄足を踏みたくない。古文書の中身をもう少し知っておきたいとこだけど。何か気になるのかい？クーマが生え変わるっていうのがね。あ、ワーグジュリンの時と同じ感じがした。この方角は
聖主雨の地の聖殿パラミデス、今は聖霊の施設じゃったか。聖殿や祭壇は霊的な力に満ちた場所に作られると聞いたことがあります。地脈点を意味している可能性はありませんか？地脈点は世界中に数多くある。クーマが7体ならほとんどの場所は外れだ。しかし決定的な手がかりもない。可能性があるなら行ってみるべきじゃないか。解読を無意に待つ気はないわ。ライフセットの感覚の正体もわかるし。ひょっとしてだけど、クーマを殺すと何？どの道確かめないとわからないか。いえ、気をつけていってらっしゃい。あんたは？宿の娘です。あの、パラミデスへ行くと話されているのを聞いてしまったのですが。聖霊に通報したのか？通報？タイマシ様がご一緒なのに？用があるならタイマシ様に言って。聖霊大魔師エレノア・ヒュームです。どんなご用でしょう？人探しをお願いしたいのです。ある親子が聖霊の施設に行ったまま帰らないのです。二人とも行方不明に。母親はアメノチ様の巫女マヒナさん、娘はモアナちゃんという小さな女の子です。アメノチ様の巫女ということは？はい、アメノチ様の聖殿が接収されてからマヒナさんは何度も聖霊に抗議しました。でもある日帰ってこなくなって、そしてモアナちゃんまで消えてしまったんです。きっとマヒナさんを探しに行ったんだと思います。その二人が聖霊の施設にいると？いえ、でもあのマヒナさんがモアナちゃんを捨てるなんて考えられません。巫女の後継者として厳しく育てていましたが、本当にモアナちゃんを愛していたから。抗議のことはお許しください。どうか聖霊のお力で二人を探していただきたいのです。できる限り調べてみましょう。ありがとうございます。私も母と二人で育ったものですから、一言とは思えなくて。親子か。行きましょう、タイマシ様。エレノア、どういうつもりなの？親子の件は私が個人的に探します。それはいい。では何のことですか？私が聖霊の計画を潰そうとしてるのに、なぜ積極的に古文書の解読を手伝うの？私が故意に誤った方向へ誘導し罠にかけようとしていると？そうなの？そんな罠でどうにかできるほど愚かな相手とは思っていません。私はアルトリウス様がなされようとしていることを、今この世界で起こっている真実を知りたいのです。悔しいけど私は真実を教えてもらえるほど信頼を得ていませんでした。だったら自分で見つけ出すしかない。自己分析はできてるのね。聖霊が表の道ならあなたたちは裏の道、表裏は違ってもたどり着く先は同じはずです。だから私たちに嘘をつく必要はないって？はい。真実があんたの信じていることと違ったらどうするつもり？今はわかりません。はっきり言うのね。けどもうしばらくは協力できそうね。ええ、今は
俺もお前に聞きたいんだが。何？クーマについてだ。お前、前に自分のことクーマだって言ってたよな。何か知ってるんじゃないのか？知らない。アルトリウスがそう言ってただけだから。気にならないのか？あんたは気になるの？いや、全然。お前が気にしてないならそれでいい。妙なやつばかりね。けど、シアリーズが私を選んだ理由は、それか。まったく、ベルベットはエレノア様にきついでふ。正反対のお二人がぶつかるのは仕方がないとしても、ベルベットの当たり方は過剰でふ。正反対かな。エレノア様が白百合なら、ベルベットは漆黒のバラ。エレノア様が空かける天魔なら、ベルベットは闇夜の狼。エレノア様がカルボナーラなら、ベルベットは浜のりイカスミひじきうどん。うん、わかりにくいけど、うん、わかる気がする。ふふん、わかってくれたでふね。正反対な二人には共通点などないんでふ。そういう意味ではぶつかるのは仕方がないのかもしれないでふね。でも二人とも髪は綺麗だよ。心優しきタイマシ様とクールなゴーマでふよ。エレノアだってビエンフーには冷たいところはあるし、ベルベットは僕を何度も助けてくれたよ。エレノア様は人々を救うために身を尽くし、ベルベットは敵討ちのために必死でふよ。二人とも誰かのために一生懸命ってことだよね。朗らかに人と話をするエレノア様と無駄口は叩かないベルベットは同じでふか。僕と二人の時はベルベットもエレノアも自分のことを話してくれるよ。ああ言えばこういう子でふね、君は。でも僕は本当にあったことを話してるだけだし。っていうか、ビーン、僕全然エレノア様に相手にされていない気がしてきたでふ。エレノアが話してくれなくても大丈夫だよ。僕が相手になるから泣かないで、ビエンフ。余計に悲しいでふよ、ビエン。お主らも大概正反対じゃの。え？磯場が続くな。ナマコを踏みつぶさないよ、気をつけろよ。は？どういう注意よ。いや、ナマコを踏むとすごいことになるだろ。内臓がブジャドロッと。ええ、あれはちょっとトラウマになりますよね。まあ、あの内臓を塩漬けにするといいつまみができるんだが。あれを食べるんですか？ナマコ程度、今さら何でもないわよ。ナマコはともかく、サンゴはあまり踏むなよ。はい、サンゴも生き物ですからね。宝石になるお宝だからじゃないの？そういう意味じゃない。同じ磯場でもマクリル浜とこのマーナン海峡は形成過程が全く異なる。そういえばここは岩場に覆われてるよな。マクリル浜は海岸だが、このマーナン海峡は地下洞窟が浸食されてできた磯場だ。波に削られたってことですか？それもあるが、ほとんどは岩を溶かして食らう暴食テーブルサンゴの仕業だ。長く触れていると生き物も侵食されるぞ。へえ。なるほど、サンゴに触るとピリピリするのはそのせいか。そっちの注意を早くしなさいよ。ダイフィゼット、クワブトのお世話はちゃんとしてまふか？うん、クワブトは夜行性だから毎日寝る前に餌をあげてるよ。それでいつまでクワブトのままにしておくんでふか？新種の虫だから、カブとかクワガタか断定するのは難しいところなんだよね。というか、ビエンフーも虫が好きなの？もちろん、カブトもクワガタも好きでふよ。男のロマンじゃないでふか。そうなんだ。で、どっちだと思う？カブトムシ派？クワガタ派？難儀な問題でふよね。でもさっきマギル姉さんが判別方法を教えてくれたでふよ。そんな方法があるの？僕が判別したらクワブトの名前に僕の名前も入れてくれまふか。え？
かっこいい虫に自分の名前がつくなんて男のドリームじゃないですか。それにこの判別を行う者には名前を入れてもらう価値があると姉さんが言ってたでふ。お願いでふ。僕も君と同じ夢を見させてほしいでふ。そこまで言うならうん、いいよ。この虫はみんなで倒して捕まえたんだし。ありがとでふ。じゃあ教えるでふよ。虫を出してくださいでふ。マギル姉さんが言うには虫の背中の羽を開いて内側の薄い羽の匂いを嗅ぐんでふ。カブトムシやクワガタの薄い羽ってかなり臭かった記憶があるんだけどな。そんなに臭いんですか。試してみるか。いえ、遠慮しておきます。ビエンフ、やめた方がいいよ。あ、やっぱり虫の名前を独り占めしたくなったデフか。でも男に二言はないデフよ。ストロングブレイクな刺激ならカブト、デンジャラススパイシーならクワガタデフ。でもやらせてやれよ、自己責任だ。僕が判別するでぐー。うおーおーおーぐよよよよびえーん、ショーバートスメール。なあ、ビエンフーが目を開けたまま気絶してる。しっかりしてビエンフー。姉さん、羽の匂いを嗅いだら花が爆発したデフ。なんか悪夢を見てるみたいだね。むむ、わしの魅惑の腰つきに棒の視線を感じるわ。ごめんなさい、つい気になって。その腰についてるのは何の本なの。よう聞いた。マギルー草書全5巻の秘密、棒だけに教えてやろう。右の尻側から家計簿と魔法大全集じゃ。魔法大全集は主に油取り紙として使っておる。油取り紙、乙女のたしなみじゃよ。左側の2冊は押し花用の重い本と飛び出しすぎる絵本じゃ。飛び出しすぎる絵本、一開きで川に橋がかかるほどの飛び出しじゃ。敵に追い込まれた時に壁に向かって使えば瞬時に脱出できる優れものじゃよ。使った後で元に戻すのが大変すぎるのが玉に傷でな。ここ何年かは開いておらんがな。正面の本はバウムクーヘンじゃよ。へえ。重ねた生地には生き延びるための知恵が焼き印で記されておる。食べてためになる魅惑のグルメ本じゃ。食べてためになる。真面目にリアクションされると罪の意識が湧くの。どれもすごく面白そうだね。いいなあ。坊の好奇心はそこ知れぬの。どうじゃ、見たいか。すごく見たい。ならばマギルーのことを知りたいとおい。マギルーのことを知りたい。うむ、その願いしかと受け止めた。ご会長じゃ。こんな風になってたんだ、本の裏側って。ちょっとライフセットになんてことを。見たいと言うから見せてやろうとしただけじゃって。坊の思いをお主が止める権利などないぞ。私はこの子を守るための器です。横島な大人から守る義務があるんです。それにあなたの行為は公女両族に反する恐れがありますよ。魔女に公女両族を求められてもの。その鍵付きの本の想定は確かメリオダス王朝で流行した形。あなたが教育に良くないことは分かりました。今後はあなたの行動を監視させていただきます。あんまり口うるさいと嫁のもらい手がなくなるぞ。そのままあなたにお返ししますけど。マギル、もう一回めくって。本とベルトのつなげ方をよく見たいから。あ、はい。ねえマギル、腰の本なんだけど、押し花に使う重い本って何の本なの。坊の好奇心はムクムクじゃの。重い本に引っかかった坊だけに教えてやろう。押し花用に使っておる重い本はビエンフー作のポエム集なのじゃ。ビエンフーってポエムを書く趣味があったの。
あやつは盆霊界随一のポエミスト、ノルミンポエムと揶揄する者もおるほどじゃぞ。わしのお気に入りを朗読してやろう。東にどうでもいいことあれば行ってこいと言われ、西にどうでもいいことあれば行ってこいと言われ、働けど働けど楽にならないでふう。まさにこの世は毎日生き地獄。重いね。押し花にはぴったりの重さじゃろう。心にしみるの。マギル、悪い顔になってる。これは。ゴウマかの、派手に暴れておるようじゃな。この混乱に乗じるわよ。あ、窓の外、海だよ。ここは水の聖主アメノチを祀った聖殿じゃ。地の聖主ウマシアの聖殿が地底にあったのと同じ理由で、古代の人間たちは水中に聖殿を作ったんじゃろうな。でも海の底に作るのは難しいよね。ああ、掘ればいいだけの地底聖殿とは異なり、海水との戦いに勝たねばならん。どうやったんだ？剣で海を両断したってわけじゃないだろ。まず岩から切り出した巨石を浅瀬に積み上げる。壁で囲いを作り、海水をかき出したら囲いを広げる。それを繰り返し、ある程度の広さを確保した上で海底を掘削して行ったんだ。気が遠くなるような作業だな。人間たちは困難を乗り越えて聖殿を築くことが聖主への信仰心を示すことになると考えたんだ。補足させていただくと、最近の研究ではもともとこの聖殿は海岸にあったと言われています。ん？俺の説明が間違っているというのか？いえ、私が読んだ学術書にはそのように書いてあったものですから。海岸にあった遺跡がどうやって海に潜ったんだ？四聖主が眠りについた際の地殻変動で、この聖殿は海中に沈んでしまったそうです。ですが、石の重さと海の砂のおかげで建物は密閉されていることが判明しました。そこで人々はここにつながる海底洞窟を掘って現在のような形になったということです。そういえば僕も読んだことがある。最新版古代遺跡建築理論だよね。はい。アイゼンは読んだことありますか？いや、俺が読んだのは初版だ。石を積んで囲いを広げていく場合、内側に残った石を取り除く作業が必要ですよね。それが非効率すぎるのではないかと指摘があり、そこから研究が進められたんです。最新版は定説がいくつも覆されていて、とても興味深いので、ぜひ読んでみてください。おう。なんかアイゼンの説明全否定してないか？あ、いえ、そういうつもりでは。考古学というのは疑問と検証の繰り返しで、日々学説が変化するものだ。気にするな。どっちだっていいわ。先を急ぐわよ。ここには聖主はいないのよね、アイゼン。気がかりならばコインで占ってみればよかろう。表が出たら聖主はおらぬ、裏が出たら眠っておる。裏しか出ないだろ。前にも言ったかもしれんが、聖殿というのは聖主信仰のために人間が作った祈りの場に過ぎ、自然の力に恐れを抱いた人間が四聖主という神を祀り上げたのが聖主教の始まりと言われている。ここに眠っているいないの前に、存在そのものが伝説なんだ。でもあの溝に確かにカナヌシは存在しました。だが俺が知る限り、聖主が姿を現したなどという話は一度も聞いたことがない。カノ主が特別な存在だと考えるべきだろうな。そうよね。まあそうだよな。あんなのが他に4つも出てきて敵に回ろうもんなら完全にお手上げだよな。そうよね。
警備は蹴散らしてくれたけど、こいつは。こやつ、胸に雨の血様の紋章をつけておる。あれは巫女少女ぞ。じゃあ、このゴーマは。さっき聞いた親子の母親の方、マヒナか。そんな。巫女を務め、村の人たちから慕われた人がゴーマになってしまうなんて。エレノア、もう元には戻れない。こうするのがせめてもの断りであると。あ、これって、ゴーマは放っておけばいい。あのゴーマ、娘さんを探しているうちにゴーマ病になっちゃったんだよね。ああ、宿屋の娘がそう言ってたな。ゴーマになっても娘さんのこと探してるんだよね。六郎や黒金、ダイルはゴーマになっても人間だった時にやりたかったこと覚えてるでしょ。お母さんだったらやっぱり娘さんのことずっと探してるんじゃないかなって。そうかもしれんが、そうじゃないかもしれん。そうだったらいいな。人間だった頃はきっとそうだったでしょう。でもゴーマにはそのような母性などありません。あの暴れぶりを見たでしょ。もうあれは元のマヒナさんではありません。ゴーマになり果て、心も愛情も失ってしまった。悲しいことですが、それが現実なのです。ベルベットや六郎には心があるけど、一体のゴーマを放置すれば百人の命が奪われます。ましてや清涼の施設で暴れ大魔師を襲うゴーマです。百人どころか村や町を滅ぼしかねないのです。私の村もそうでした。あっ、だから私は。ま、そうだよな。エレノアの言う通り、元には戻せないんだ。切って成仏させてやるのも情けってもんかもな。カノヌシって本当に聖主なのか。いきなりな疑問じゃの。グリモ姉さんが解読してくれた数え歌の通りなら、カノヌシは八つ首のドラゴンなんだろう。クーマを使って汚れを食うなんて、まがまがしくて聖なる存在とは程遠い感じがするんだよな。確かに聖主は精霊の一つなのに、他の精霊やノルミンとは印象が違いますよね。ましてや八つ首のドラゴンだなんて。そうか。クーマが集まっちゃったらどうなるんだろう。そりゃもう大変だろうな。俺の想像じゃクーマが合体して巨大な化け物になる。でもって大蛇みたいに長い八つ首のドラゴンが口から炎を吐いて襲ってくるんだ。それ少しわかります。だろう。問題は首が八つとなれば俺たち六人じゃ手が回らないってことだ。分身の術でも使うしかないの。できるのか。できぬ。なんだよ。あ、どうしたの。ライフセット八つの頭は別々の意志や思考を持ってるのかな。もしそうなら戦いの時にぶつかり合ったり好き勝手に動いたりして隙が生まれるはず。僕たちが心を一つにして戦えばきっと勝てるよ。ええ、手と手を取り合って戦えばきっと勝てます。そうですよね皆さん。お、わしらが一つになれると思うか坊よ。それは開かない。仕掛け扉か。イラついて壊すでないぞ。どんな罠が作動するかわからんからの。分かってるわよ。この扉のひし形の石、前にもどこかで見たよ。それと同じ石なら杯の台座についてたぞ。あのでっかい杯の貝、
さすが目ざといな。興味があるのは杯の中身の方だがな。あの杯が鍵ってことか。そう単純でもなさそうだがな。色がついている石とそうでないのがある。何か意味がありそうだ。そのようね。やっぱりいたわね。またあの結界。当たりだな。こいつもクーマってわけだ。ベルベットの予想通り、7つの首は個体ごとに姿が違うようだな。感じてた場所はここだよ。どうやら棒の方も大当たりのようじゃな。ワーグジュリーの時と同じ感覚。僕が感じてたのは地脈点だったんだ。さてこいつをどうする。クワガタみたいに小さくなれば連れていけるが。生き死になんてどうでもいいわ。こいつを倒してカノヌシの首を潰す、それだけよ。このクーマは小さくならないようだな。さっきのゴマ。今度こそ終わりにしましょう。なった。まさかモアナ。なんでお母さんはモアナを置いていなくなっちゃったの。モアナが悪い子だから、弱かったから。ごめんなさい、ごめんなさい。嘘、こんなのって。モアナ頑張って強くなったから、清涼の人が強くしてくれたんだよ。だから帰ってきてよお母さん。清涼がモアナを強くした、クーマにしたということかな。つくづく生贄が好きな連中じゃて。そんな、
じゃああの人は娘を助けようとして。救えなかった我が子の腹を満たすために死にゆく自分を差し出したのか。あ、私のせいで。どうする、連れて行くか。この様子じゃ足手まといになるわ。クーマに手を出すことは許さない。お願い教えて。エレノア、君は知らなくていい。よくない。私が母親を倒したせいでこの子は例のゴーマを食らったのか。だが君が気に病むことはない。全ては世界の痛みを止めるために必要な犠牲なんだ。ゴーマじゃない、あの人は母親だった。この子のたった一人のお母さんだった。だとしても強き翼を持つ者は。女の涙には気をつけなさい。やるなら今だ。どいて、ライフセット。待って、あなたには優しさがないんですか。そんな議論をするつもりはない。目的はカナヌシを弱めることでしょう。つながりさえ立てば殺せなくても。情にほだされたか。女の涙は実に危険じゃな。グリモワールの言葉が気になったのよ。殺すのは後でもできる。連れてくならさっさと引き上げよう。敵の拠点に長居は無用だ。僕はライフセット。モアナ、一緒にここから出よう。お母さんは一緒じゃないと寂しいよ。寂しくないですよ。離れていてもお母さんはずっとあなたを見守っていますから。どうしてわかるの。私のお母さんもそうですから。行こう、モアナ。うん。グリモ姉さん、どうしたんじゃ。解読で何か分かったのかい。違うわ、汚れが強すぎて宿屋で本読んでる場合じゃなくなったのよ。汚れ。何、あの体から出てるのは。汚れじゃ。
こりゃ限界じゃのう。ゴーマ病。宿屋の人まで突然どうして。ゴーマ化だ。汚れが溢れた。汚れ。村人の体から出てたあれがゴーマ病の原因だとでも言うの。ゴーマ病とは、ゴーマとは一体何なのです。まだ遠くには行っていないはずだ。絶対に探し出せ。後で話す。ゴーマがタイマシどもを足止めしてくれるだろう。その間に船に戻るぞ。モアナ、お母さんはまだ遠くにいます。じゃあお家で待ってないと。ハリア村へ戻ろうよ。村では怖いゴーマが暴れていて、とっても危ないんだ。でもモアナ、お母さんに会いたい。モアナがゴーマに襲われたらお母さんが悲しむよ。元気でお母さんに会うために今は一緒に行こう。わかった。モアナ、一緒に行く。お母さんを悲しませたくないから。話してもらうわよ、ゴーマ病と汚れのこと。あんた精霊の禁忌を破るつもり？こいつら次第だ。精霊の禁忌？ことはゴーマだけの話じゃないのよ。この世界の仕組みと言ってもいい真実、下手に知れば人間そのものの足場が崩れるかもしれないほどのね。だから精霊はこの剣を人間に語ることを禁忌としてきたんだけど。それでも知りたいか。私はもう人間じゃない。知らないままで自分をごまかして進むことはできません。いいだろう。そもそもゴーマ病なんて病気は世界に存在しない。人間はもともと誰もがゴーマになる。心に抱えた汚れが溢れればな。汚れとは何なのですか？理性では抑えきれぬ負の感情、人の心が本質として抱えている業じゃよ。知っていたのか？魔女じゃからの。汚れは誰もが持つ心の闇。お主らも心当たりがあろう？言われてみればかなり心当たるな。人間は業に突き動かされる生き物だ。容易に負に傾き汚れを発する。ほとんどの人間が汚れを発しながら生きていると言っていいだろう。むしろゴーマが本来の姿でささやかな理性で人間の形を保っているだけやもしれん。民衆がそんな事実に気づけば大混乱になる。だから清涼はゴーマ病という仮病を広めただろうな。嘘です。だって開門の日以前にゴーマはいなかった。本来ゴーマも精霊も特別な霊的才能、霊能力のない人間には見えない存在だった。
波の人間には突然凶暴化しただけに見えたんじゃよ。その異常さは悪魔付きや獣人化などと呼ばれて伝わったかな。なんで急に見えるようになったんだ。人間全体の霊能力が増幅されたからだろうが、理由はわからん。だが同じように降臨の日を境に精霊まで人間に見えるようになり、大量の対魔師が生まれた。きっとアルトリウスが絡んでる。でも病気でなければ村人が一斉にコーマになるはずがありません。八つの首持つ大地の主は七つの口で汚れを食って、クーマは人が出す汚れを吸収してカノ主に送る。なのに僕たちが地脈点からモアナを連れ出したから。ボーは賢いな。そう、吸収されなくなった汚れが溢れたのじゃ。つまり私のせいか。ねえ、どうしたの？なんかみんな怖いよ。おかげで古文書の記述が信用できることが分かったわ。地脈点から全てのクーマを引き剥がす。カノ主の力を削ぎ、覚醒を阻止するために。でも、クーマを奪ったら、人間がどんどんゴーマになっちゃうんじゃ。ならなきゃ、アルトリウスを殺せない。現に恐ろしき女よな。真実を知って進むか。いいだろう。外見が違うクーマを探すとなると、やっぱり地脈点を潰していくしかなさそうだな。人とゴーマの違いは。エレノアだよ。元気出してエレノア。エレノアのお母さんもずっと見てるよ。はい、その通りですね。グリモワール、さっきの話を詳しく聞かせて。汚れの件？禁忌だって言ったでしょ。人の感情、業が汚れという毒を生んで人間をゴーマに変えていることは分かった。汚れの発生を防ぐ方法はないの？人が人である限りないわ。言った通り、汚れは感情から生まれるものだから。あんたたちは何らかの対応をしてるはずよ。精霊だって心も感情もあるんだから。精霊は汚れを生むことはないのよ、人と違ってね。嘘ね。私は精霊が傲慢化するのを見た。それは外部の膨大な汚れにさらされたからよ。確かに監獄島は囚人と傲慢で溢れていた。それにメルキオールは精霊に何かを打ち込んでレジェンドワイバーンに変えた。あれは汚れか。精霊にとって汚れはまさに毒なのよ。だから精霊は正常な存在を器にして汚れから身を守る必要がある。もっともそれも完全な対策じゃないけどね。器が汚れたら精霊も傲慢化する。ごめんと。つまりエレノワが汚れたら、ライフセットのアイゼンが言ってた器が壊れたらって、汚れたらって意味だったのか。その通りよ。小さな心のほころびが大きな志を砕くことはよくある。ピュアピュアな対魔師のお嬢さんをあまりいじめちゃダメよ。忠告として聞いておくわ。副長、警視庁のボスからシルフもどきが届いたよ。依頼があるからローグレスまで来いって言ってるけど、どうしますか？
行くわ。離宮にいた奴がクーマかどうか確かめる必要があるし。だな。それに警視庁なら他のクーマの情報を持っているかもしれん。ローグラスへ向かうぞ。出航の準備だ。いつでも出られるってのは。私から母を奪ったゴーマ、私が守ったクーマ、私はどうしたいの。あ、綺麗。エレノは時々眺めてるね。お母さん、大切な人がくれた宝物です。これを見ると勇気が湧いてくるの。モアナも見る？見る！どうしたの？怖い！モアナの顔、怖いよ。あ、やだ！こんなのやだよ！お母さんにも嫌われちゃう！おかえり。あの時の私も同じように泣いていた。モアナ、見て。すごい傷。どうしたの？大きくて怖い傷でしょ。私の体にも怖いところはあります。モアナは私が怖い？怖くないよ。それより大丈夫？痛くないの？ありがとう。全然平気よ。エレノアはモアナのこと怖くないの？私を心配してくれる優しいあなたを誰が怖いなんて思うものですか。お母さんも私もライフセットも。だからもう泣かないで。うん。その傷はゴーマに？ええ、子供の頃村を襲われて怪我をして動けなくなった私を母が自分をおとりにして逃がしてくれたんです。お母さんは？強く生きて、それが最後の言葉でした。グリモワールの古文書解読が進んだわ。デッキまで来て。顔が赤いけどどうしたの？何でもありません。なんか怪しい。何でもないってば。数え歌の2段目覚えてる？4つの聖書に裂かれてもミーツに通じる人あらば、クマのクーマは生え変わる、灰色の月の満ちるを望み。そう、それについて話しとかなきゃと思って集まってもらったわけ。選ばれし者によってカノヌシとクーマが蘇るって解釈したわよね。どうにも生え変わるが引っかかるのよね。で、少し考え方を変えてみた。カノヌシに選ばれた誰かがクーマを作るのではなく、カノヌシがクーマになる誰かを選ぶとしたら。え？ミーツに通じる人あらば、フマのクーマは生え変わる。ここはどう読める？カノヌシの力に適合した人間がクーマに生まれ変わる。モアナ、聖霊は人間をクーマに作り変える方法を得て実践してるってわけか。そんな。驚くこと？子よりも善。それがアルトリウスのやり方でしょ。アルトリウス。しかも生え変わるではなく、あえて生え変わると書かれている。
生え変わると生え変わるの二つの意味が込められていると読み解けるのよ。クーマは生まれ変わる。それなら不魔、不滅という意味が通じる。どうやら善よりも子を優先してモアナを殺さなくて正解じゃったようじゃな。殺さないじゃない。カノヌシの覚醒を阻止するためにはクーマは殺せない。殺したら別の適合者がクーマに生まれ変わるということだろう。けど汚れを食らう口は7つ、クーマの数は決まっているらしい。殺さなければ次は生まれない。そうだ、つまり俺たちは7体のクーマを地脈点から引き剥がした上で清涼に奪還も殺害もされないよう守らねばならん。難易度高すぎじゃろ。僕の虫も守らないと。ああ、ますます大事に扱えよ。うん、ますます。しかしこうなってくるとアジトが欲しいな。アイゼン、秘密基地とかはないのか。男のロマンだがない。人知れない場所でかつ安定した食事を供給できる汚れに満ちた場所。人気がないのに汚れに満ちた場所か。難儀なトンチ問題じゃの。清涼が管理するこの大陸にそんな都合のいい場所なんて。こうしてる間にもカノヌシは覚醒し続けてる。アジトを探しながら残りのクーマを集めるしかないわ。まずはローグレスよ。